吉田さんお疲れ様です、まあ、アップルが銀行を始めて3ヶ月で1兆4,300億円ですか集めたということなんですけどもこの3ヶ月で1兆円超えっていうのはやっぱどのぐらいすごいかってことですよね北九州人銀行っていうのが確か何十年か経営してきてちょうど1兆3,000億円ぐらいなんで、まあ、あっという間にその何十年の北九州人口の、まあ、記録を抜いたってことになると思いますね それから地方銀行ってのは、まあ、あの、今のアップルの預金額に全然及ばないところばかりです。ちなみに一番預金額が大きい地方銀行は、横浜銀行で17兆円ぐらいあったと思うんですね。まあ、こういうふうに預金額でランキングつけると、うん、アップル銀行が急にね、ランキング50位ぐらいに食い込んできたってことですね。うん、すごいと思います、やっぱり。 まあこういう風なね、予備知識があるとどのぐらいすごいかってことがわかるんですけども、アップル銀行3ヶ月で1兆円って言ってもね、うん、よくわかんないなっていう方が多いんじゃないかなと思いますんで、今回の動画にしてみましたあ。ぜひね、地方銀行預金額ランキングとかで検索してみるといいんじゃないかなと思います。なかなか興味深いですよ。それでは。